ジェレミー・リー・アッカードはアメリカ合衆国アリゾナ州マリコッパ軍メサ出身の元プロ野球選手、宇ト右ミギ現在は MLB のニューヨーク・メッツで投手コーチ補佐を務める。聖のアカードはアカードと表記されることもある。2003年8月にドラフト外でサンフランシスコジャイアンツに入団し、2004年はマイナーリーグで57試合に登板して経験を積んだ。 翌2005年5月4日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビューを果たす。この年はマイナーでも35試合に登板するなど、まだ1軍ファンという位置づけだったが、メジャーでも28試合に登板した。2006年は抑えのアーマンド・ベニテスが足の怪我で離脱した際に代理のクローザーを任されたが、ジャイアンツでは38試合に登板して、防御率4.91と今一つだった。 トロントブルージェイズ時代2006年7月21日にシェイ・ヒレンブランドビニー・チュークとのトレードでトロントブルージェイズに移籍するも移籍後初登板となったニューヨーク・ヤンキース戦でいきなり2点を失ったのを手始めにその後も3試合に1回くらいの割合で得点を献上してしまいブルージェイズでは27試合で防御率5.97とさらに数字を落としてしまった2007年は 前年同様、守護神の BJ ライアンが開幕後間もなくに怪我で離脱。開幕から13試合連続無失点の高騰を続けていたアッカードは5月12日のタンパベイデビルレイズ戦で初セーブを挙げると以後クローザーに定着した。6月上旬まで防御率1点台を維持し、一度も防御率が3点台以上になることなくシーズンを乗り切った。結果、 アメリカンリーグ8位となる30セーブを稼ぎ、ホイップも1.11という高水準をマーク。ジャイアンツ時代の投手コーチだったデーブ・リゲッティから、教わったスプリッターを完全習得し、ゴロを打たせて、アウトを稼ぐ投球術を身につけたことが大きな飛躍の一因となった。2008年も前年の怪我の影響で、ライアンの復帰が開幕に間に合わなかったため、引き続き、クローザーとして、 開幕を迎えた。しかし、シーズン最初の3投板で3セーブを稼ぎはしたものの、その後の5試合中4試合で失点し、4月13日のライアンの復帰とともに守護神の座を明け渡すことになった。さらに5月に右前腕を故障し、戦列を離れることになった。復帰の目途が立った7月には、痛みが再発するなど苦しみ、結局16試合に登板しただけで、 故障者リスト入りしたままシーズンを終えてしまった。2009年は開幕ロースター入りを果たせず、参加の AAA 級ラスベガスフィフティワンズで開幕を迎えた。メジャー復帰を果たしたのは6月18日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、この試合ではセーブをマークした。その後は8月に一時 AA、A、級ラスベガスに戻りもしたが、シーズンでは26試合に登板した。しかし、 防御率こそ2.55だったものの、右打者に対して、左率。386と打ち込まれ、ホイップは1.62に終わるなど、完全復活とは言えない内容だった。この年は腕にかかる負担を軽減するため、カッターを大投げしていた。オフには、結婚を発表した。2010年は、開幕から3試合連続で失点を喫するなど、制裁を書き、 4月26日の登板を最後に、トリプル A 級ラスベガスに降格した。その後トリプル A 級ラスベガスでは41試合で24セーブをマークするなど、ある程度の結果は残したが、メジャーに呼ばれることはなく、わずか5試合登板でシーズンを終えてしまった。マイナーで成績を残し、かつ実績がある、アッカードがメジャーに呼ばれなかったことについては、ブルージェイズのアレックス・アンソポロス GM や、 シトガストン監督と不仲であるから、チームのオーナー企業の副会長令嬢と婚約した、ものの挙式直前に別れてしまったから、などの理由が噂された。シーズン終了後に FA となった。ボルチモアオリオールズ時代2010年12月17日に、ボルチモアオリオールズと契約した。2011年は、開幕から25試合の登板で3勝3敗、防御率5.29。 ホイップ1.67と調子が上がらず、6月22日に40人枠から外れた。参加の AAA 級ノンフォークタイズでは26試合の登板で防御率2.16、ホイップ1.11の成績を残し、9月6日にメジャーに最昇格した。2012年はクリーブランドインディアンスとマイナー契約を結び、26試合に登板。 インディアンス自由契約後の9月に、オークランドアスレチックスと契約した。2013年2月5日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2014年は、独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスとブリッジポートブルーフィッシュに所属し、計60試合に登板した。2015年2月26日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶが、 3月30日に自由契約となった。2017年からはニューヨークメッツ参加でコーチを務め、2019年7月からはメッツの投資コーチ補佐を務める。ありがとうございます。